はい、皆さんどうも、みつたろうです。ポケモンレンジャーバトナー実況やっていきましょう。前回とちょっと違いまして、臭い花が綺麗花に進化しました。気になったんですよ。というわけで、トリデプスを使って遺跡の中に入っていくところからですね、多分これでミッションのスタートになるのかな。遺跡の蓋すごい力で動かされた。またよろしくね。さあ、ミッション始まりましたね。遺跡のセブンをフォローせよ。ツイッターかな？これなんだろう？天井から光が漏れているね。上にも通路があるような気がする。なんか飛べるのがいるのかな？ほら、あそこ見て。フワライドがいる。フワライドなんだ。フワライド。小さくなるバトン。ってことは、つまり上にも行けるってことだ。よくわかんないけど、行けるってことらしいんで、フワライドを今回はメインに使っていく感じになるのかなと思いますが、でも奥の方も気になりますよね。シャドーボール。近くにいれば当たんなそうな感じのやつですね。がっつり当たりました。手前でした。初回の球は近くで当たるけど、2回目の上昇。不気味な球を飛ばして攻撃するシャドーボールですね。まあ、ピカチュウがいるんで、1回充電も、スリーパーとヨマワルがいる？ヨマワルがいますね。あ、ヤミラミラ。なんかお前気持ち悪いな。壊すに、燃やす、上昇、なし、切る。スリーパーが壊すなような気がしますけどね。結構迷路になってるのかな。ここはなんもない。これはフラッシュか？エレブの力を借りればってことなんで、そうすると多分上に行けるようになるのかな。いや、ミラミは多分違うと思うんだな。サイコパワーだと思うんだよな。でも、一匹ぐらい連れて行きましょうか。どうとかいらないかな。目が光った。悪波だ。2回目は何もしてこない。ここはシャドーボール。ちっちゃいから逆にね、キャプチャーしやすいですね。大きいとね、線をよくまたいじゃうんで、切るか。不気味な弾を飛ばし、悪の波動を出して攻撃する。シャドーボールとは言わないんだね。切るに関しては、まあ、いるんだけど、闇闇連れてってみましょうか。で、スリーパーが壊すなんじゃないかなと思ってるんですが、よし、とりあえず、ヨマールもキャプチャーしときたいですね。ゴーストタイプは消えるから、スーッ。あ、出た、その的受けは厄介。ギャーッ。ちょっと食らいすぎてますね。一回回復しないとダメかな、そろそろ。サイコパワーはね、いた方がいいかもしれない。でも1だからってのもあるんですけどね。オーバーレイ！違うね、リリースですね。スリーパー。パー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 。なんか、鼻の形が鼻の形状が卑猥なんですけど。へえ、そんなことやるんだ。さすが進化系と言いたいところですが、卑猥。なんかパチモンマリオみたい。サイコパワー2。あーっと、オーバーレイ意味が違うけど、シンクロ召喚も違うけど、リリースしましょう。サイコパワー2の方が絶対使う。で、ピカチュウ、まあ一回上行くか。エレブが上にいるのかもしれないね。もしくは壊す2か。で、ピピャン。ピカチュウで何回復するか分かんないんですが、でも充電3だったからな。レベルもね、そろそろ上がるんで、20回復か。いいね、いいね。まあ、ある程度ゴリゴリいってピカチュウで回復して、だってこれ使えばピカチュウまた同じところに現れるから、結構ゴリゴリいってもいいんじゃないかな。よし。あ、これで落ちるのね。あ、さっきのところはこれがあったから下に降りていくってことなんだね。お、そのギロスじゃないですか。ヨーギラス壊す言っちゃったっけ？捕まえたっけ、そもそも。え？いまだかつてない動き、あ、突進。ファン。ちょっと時間を置いて、サナギラスがね、
すっごい機敏な動きを見せてることに俺は戸惑いを隠せない。竜の前を使ってるんでしょうか。サナギアスってこんな早く動くモンスターじゃねえんだけどな。まあ思い込みなんですけど。コアス2ですね。はい。で、これを使って、行かなきゃいけないんだけど大丈夫かな。フアライドは多分ね、降りた先にまた用意されてると思うから、無理に捕まえなくてもいいかな。うわぁ。もちろん僕は SK。いや、ミラミ。わーみゃーん。ちょっと待って。こうやってポケモン、コアスのポケモンを探そうとしてるのに後ろから追ってくるとちょっと困りますね。逃げてもいいですか？で、サナギラスを使って、よし、あいつ向こう見てるね。ものすごい速さで動き回り暴れまくる。あ、暴れるなのか、あれ。岩はバラバラに砕け散った。浮いていく。どこで動いてるんだ、あれは。下の突起物か？はい、エレブエレブって赤版だったっけ？緑がブーバーだったかな。これ結構長いんじゃなかったっけ？ HP 回復しましたね、今ね。あ、出た、設置系。じゃあ、こ、ああ、溜めようかなと思ったけど、意外と範囲が広かった。またどっかでピカチュウ見かけたら。いや、でもレベルもね、上がるんじゃないかな。うん、なんもなかった。で、エレブ使って、隣を光らせて、はいはい、ごめん。エルブ。フラッシュ。まさかまたフラッシュを使うところはあるとはね。でも雨乞いは使うのかな、カミックスの。サンドだ。穴を掘るかな？あ、ピカチュウが。あ、やっぱ穴を掘るなんだ。で、サンドなんだ。あ、やっぱ穴を掘るってあるんだ。1ってことは2とかもあるのかな？まあ先にピカチュウで回復して、じゃあサンドを捕まえて下に降りていく、そんな感じかな。へえ。ビビー。いや、一回クリアしてるはずなんですけどね、全く覚えてないんですわ。2008年のゲームだったかな？ 7 年前か。まあ7年やってなきゃ覚えてないか。でも昔のゲームとかやってるやつは、まあ、一回しかクリアしたことないやつは多分覚えてないですね。だって昔の初代のポケモンとかは、何年前だ？相当前だけど、結構覚えてたりするじゃないですか。やっぱ何回もやってるから。だからもうほぼ初見プレイみたいな感じですね。穴掘り。1。砂の塊を投げて攻撃する。泥爆弾。特殊じゃん。うわ。虫が、明かりを、夜中でさ、明かりつけてるからさ、虫がいっぱいいて。今変な、なんかちっちゃいガじゃないけど、なんか変なあれが、地面に穴が開いた。スコップ使えばいいんじゃないかな。さて、どっちに行くのかな。とりあえず右に行きたい法則。あ、サイコパワーがありますね。スリーパーで開けましょう。ビームだ。破壊光線だ。レーザーだ。再起光線ですね。あれ、違うスリーパーがいる。あ、また使うのかな。壊す使うのか。壊すと穴を掘るはね、結構使う気がする。はじめは、一回のタックルだから。で、これは二回。ファン。ファン。あれ、今囲めてなかったか。待って、画面が。風呂場にはね、クモとナメクジがいて、部屋にはクモと変なちっちゃな蛾がいて、さっきちっちゃい G を見つけ、私はね、害虫の類っていうのがね、基本的 に苦手というか無理な人なんで、非常に困るんですけど、
夏はね、いろんな虫がいるからね。エルブまだ使うのか。壊すですね。やっぱ使いますね。あ、エレブがいないと、ダメなんだ。なるほどね。ってことは、一旦上に戻って、エレブ連れてこないといけないから、フワライドがここでふわふわしてるんですね。帰る用じゃないんだ。もう一回行ってこいやって感じなんだ。で、初めのフワライドは近くにいれば当たりましたね。でも HP そんな高くないですね。で、またゴリゴリ行ってもいいんで。あ、やべ、レベル上がっちゃうかな。上がっちゃった。もうちょっと手前でね、止まっててくれた方が、経験値調整的な感じでよかったんですけども。フワライド。スリーパーも一匹ぐらい持っときたいっすよね。はい、またよろしくね。上に上がるためだけに。あれ、ピカチュウいたのか。見えなかった。エルブどこいましたっけ？この上かな？この上か。また力を貸してくれるかな？でもキャプチャーした後は普通にまた襲いかかってくるじゃないですか。ってことはやっぱ洗脳なんじゃないかな。キャプチャーはキャプチャーした後のことを覚えてないでまた飛びかかってくるのかな、来るんだから。やっぱキャプチャーは心を操ってるのではないかという説。まあもしくは2回目こっちに向かってくるのは、なんだてめえって来てるんじゃなくて、ああまた会ったねみたいな感じで近寄ってきてくれてるのかもしれないという考え方。二つのね、考え方ができますね。ギャロップに乗って走りたいです。暑いんだろうね。でも炎、なんだっけな。ガッシュは、ウマゴンが炎の馬だったんで、炎タイプ？炎タイプじゃねえな。炎系統の技を使うんで、ギャロップに乗ってるみたいな感じ。ウマゴンかっこよかったからな。シュナイダーさんね。あ、ヨマールさんでしたか。闇闇が近寄ってきたのかと思って、また。たらさ、ナギラスで。ここ壊せばいけるよね。二つ壊さないといけないなんてことないね。大丈夫だよね。オッケー。夜回りがパーティーっぽくいたから。ガッシュもね、昔見てたんですけどね。サンデーで見てたんですけど、サンデーは、もらっ、サンドですね。サンデーは別の、親戚のおじさんが、買ってきたのを、こっちのやつにもらってたんで、まあラグもあったし、そこが買わなくなったんで、見れなくなったってのもあるんですよ。で、何年か前に、なんだっけな、コミックのなんて言えばいいんだろうな。お前ピンポイントで目の前に現れたな。右上にいただろ、今。特装版なのかな、ちょっとちっちゃくなったけど分厚くなった本みたいなのあるじゃないですか。あれで全部一気に買いました。で、全部一気に読みました。すっげー面白かった。アニメもね、ちょっとまで見てたんですよね。アニメはなんだっけ、でっかい、あれ、魔物、おっきな魔物が出てきたところで終わったっていう話を聞いたような。あれ、なんて言ったっけな、また見たいですね。また見ようかな。よっしゃ。名前が出てこないな。うわぁ、何フワライドか。近くに偏ってる、固まってると困りますね。なんだっけ、でっかいの。まあ、いいや。あそこのね、万人が面白い名前いましたよね。お、引っかかった。闇闇じゃねえ。夜回る汗かいて逃げてるけど、絶対近寄ってきてるよね。ドガー、うおー、お前攻撃してくるのか。そんなおならで攻撃してくるなんて。はい、穴を掘っていく。
まだあるね。なんだった？なんかキルリアっぽいような見た目をしてるけど、あ、すごい穴がいっぱいある。あ、やっぱキルリアだ。最、お、やった、ピンポイントで当たった。サイコパー、え、キルリアってサイコパーだったっけ？捕まえましたっけ、そもそも。え、今これくるくる囲んでる間はダメなのかなと思ったんだけど、違いますね。ただ時間経過か。え、どうすんのこれ。キャプチャーすげえ難しいんですけど。溜めて一気に行くか。あ、ちょっと動いてた。へえ、キルリア難しいな。浮いてる時はダメなんだ。テレポート。テレポートって何？え、洞窟の入り口まで戻れるのかな。まあ、よくわか、あ、壊すが必要で、なんだろう、ムックルの音符の音が激しくなりましたね。さあ、問題です。上か、サンドが必要でした。上か下かでどっちかなってやろうと思ったんだけど、サンドが必要な方っぽいから、サンドを捕まえていきましょう。あー、サンドパンでやろうとしたな。なんだっけな、道具なしパーティーで、スナッパーやろうと思ったのかな。違うな、なんだっけな、なんでサンドパンやろうとしたんだっけな。やっぱ、あ、つうか、道具なしパーティーか、サンドパンが泥棒を覚えるから、道具なしパーティーで使おうと思ってたんですよ。で、珍しく、あ、トリテプスがいたね、今ね。あの、基本的に私、ポケモンってパーティー考えて、予行練習とかしないまま、ランダム体制潜るんで、結構ボロボロになるんですよ。だけど、珍しく、あの、そこのやつだけは、これ先、あれっぽいっすね。体当たりさん、ここであれが必要か。わぁ、飛び降りたぞ。そしたら壊すがないといけないから、こっちの方から封鎖したいですね。で、珍しく、あの、道具なしパーティーは結構予行練習したんですよ。で、結構自分でも使ってて楽しかったんで、普通に対戦するだけでも面白かったんで、結構裏でやったんですね。で、バンギからのサンドパン、てか、そもそもサンドパンを出す機会ってのは結構あるんですよ、正直。ただ、バンギと一緒に出すかって言ったら、一緒に出さないんですよ。バンギが必要な場合もあるし、サンドパンの方がいいんじゃないかっていう時もあるんで、でサンドパンバンギラスで出すかって言ったら出さないんですよ。どっちかがいれば済んじゃうんで、っていうね、あれがありました。サイコパワーがない。お腹が、なんだこの鼻の曲がりそうな匂い。サイコパワー必要だったか。やられたな。そしたらどっかにスリーパーがいたかな。砦は多分絶対必要だよね。砦はあそこのやつで。3回目だからね、もう結構慣れてますよ、私。多分。慣れてますよ、とか言って。これは？頭突きか。で、次、岩落としみたいなのをやってくるんですよね、確か。やってきませんでした。この次ら辺ですね。これはでもそんな続かないんで、次が頭突きかな。なんかちょっと止まってると2発目来そうですよね。体が大きい方がね、やっぱね、キャプチャーのラインに当たってきたりするんで、きついですね。サイコパワーを連れてきましょう。スリーパーは、キルリア、これうちのやつですね。サナギラスがいるけどダメで、あー、なるほど。できればこれはサナギラスで壊しときたいな。トリデプスはさっきの方で使うんで、多分サナギラスの方がキャプチャーしやすいかなって思うんだけど、どうだろう。ギリギリまで粘って、で次一回蹴って、ここでいけるかな。あぶねー。
正直、あれかな。キルリア使わないかな。テレポートがね、よくわかんない以上ね、下手に使って入り口まで戻っちゃったらね、ちょっと目も当てられないんで、サナギラスで壊します。これはキルリアだから、え？違うキルリア。キルリアが2体いましたね。フワライドを1匹捕まえなきゃいけないか。ちょっとフワライドさん、穴の近くに行かないで。土台さんじゃねえや。トリデプスさん、落ちそうなところにいませんでしたよ。あ、でもフワライドいいや、HP 少なくて助かる。手を広げてブーンってやってますね。で、こっちって行きましたっけ？ここの上。わかんないんで、ちょっと探検しましょう。上昇します。うわぁ？あ、別口だ。あれ？ブラッキーさん。いるんだ。いいね。ブラッキー好きよ。マーク派か。フィーズの中で一番好きですね、私は。ブラッキーが次なんだろうな。ブラッキーは一番使うんだよな。あんまりフィーズって、まあブラッキーはピンで入れることはよくあるんですけど、あの物理ニンフィアは好きです。キル3なんだお前。えてかキゲチうまっ。へえ、サイコパワーが、これは3なんだ。サイコパワー3はダメだから、どっち、ここの上にもいたような気がする。フワライトが、いた。ニーフィアは特殊1体の物理2体かな。っていう感じで育てましたね。やっぱスキン系ってね、フェアリースキンはやっぱ物理で、あの、まあ、電光石火がフェアリー技になるっていうのがあるんですけど、ブラッキーがキルになったせいでラフレジャー決め入れなくなってしまったんだ。なんだっけな、敵討ちニンフィアが好きですね。敵討ちしてからの取っていきです。敵討ちがあの威力2倍140になるんで、あの仲間の、どうせ死に出しになるんで、で、敵討ちをして威力上げて、次から取っておき、威力が変わらない。ただ、それ S 振るのか、AS ぶっぱにするのか、HA にするのかで結構変わってくるかなと思うんですけど、私が育てたのは AS でしたね。